チャオ、あっちゃんです。今日は、ラムーでお弁当を買いました。食べましょう。ちょっとね、こんなね、アタッチメント、テーブルね、ここにね、こうやってですけど、これ100均で買って、これを使って車中飯したいと思います。今日はラムーの198円の、豚の生姜焼き弁当、生姜焼き丼、これ食べます。ちょっとね、キューブね、狭くってね、足を動かせよ。狭くって、この中で車中飯、なかなか難しくてやってなかったけどね、やりますね。ちょっとお弁当、ワーゲンだからこっちから撮れたんやけど、テーブルがないのよ。だからね、カメラの置く位置が難しくってね。もうちょっとこっちから撮れたいんだけどな。お弁当が映らへんね。まあ、ちょっと撮ります。できるだけね、映るように。あ、しょぼい。こんなん。まあね、豚丼やね、要はね。生姜焼き丼ね。いただきます。もうちょっとおかずあるのか。まあ200円に多くを期待してはダメです。いただきます。うん、あ、味はね、美味しいよ。豚の生姜焼き、おこ、サッカー台のとこにレンチがあって、レンチにして食べられるんだよね。なんかビリビリ。ちょっと持って食べやな。食べにくいね。プロが欲しいな。これね、ネイルチェンジしてきた。綺麗でしょ、マーメイドネイル。はい、ということでね、ネイルして、で帰りにね、今日お買い物して帰ろうかなと思って、だからちょっと昼からね移動するんで、おいしい、節約です。200円、だったらお弁当作るより安いしね。弁当があってね、1キュッパなんで、またね、ラムの弁当ね、他のも食べてみたいと思います。こういうね、車中
中飯もありじゃないのかな。はい、うん、ああ生姜が美味しいんだよ。もうちょっと生姜入れてほしいんだ。これをうちで再現しめたからね、うん、多分ね、これ200円でしょ、ね、3人で600円でしょ、ね、うちで作ったら、ね、500グラムぐらい使うからほぼほぼ変わらへんのよ。ヤマトポークで作ったらね、だから、うん、1人3人前で500グラムいらんかからんけど、お醤油使った方が美味しいしね、うん、この前家で、ね、牛丼したら美味しかったな。じゃあ牛丼しようかな。豚の生姜焼きのしようかね。豚やったら安いし、うん、ああ美味しいね。ああこれ可愛くない？マーメイドはね、マグネットネイルも入ってて、ね、結構キラキラ綺麗ね、うん、変わった感じ、うん、そうですよね。外食も車中飯もいろんなことやりますけど、うん、そうやってあっちゃんのね、食べ系動画をね増やしていこうと思っているんで、食べ系でいきますね。さっきと完食しました。298円、ラムの、生姜焼き丼、美味しかったです。特製味噌だれやってる。
国産米使用、豚肉、玉ねぎ、味噌、加工品、タレ、生姜焼き、まあのタレにじっくり漬け込んで丹念に焼き上げましたって書いてあるんで、ちょっと家で再現するかもわかんないです。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、ラムーの豚生姜焼き丼、美味しかったです。ごちそうさまでした。あっちゃんの今日の車中飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。じゃあだねー、バイバイ。